ッションショーにお越しいただきありがとうございます。今回司会を務めさせていただきます鹿児島純心女子短期大学の幅山と申します。よろしくお願いいたします。鹿児島純心女子短期大学デザイン表現コースでは2003年より大島紬の洋装制作に取り組んでいます。大島紬研究という授業科目ではまず大島紬の歴史や技法について学び、その後大島紬を使って洋装制作をいたします。大島紬はかすり織物で前もって染め分けた横糸と縦糸が交差した点で柄が表現されています。この世界にも類を見ない緻密な織物は熟練の技で織り上げられ、世界三大織物の一つに挙げられています。ペルシャ絨毯、ゴブラン織、そして大島紬です。この素晴らしい大島紬ですが、着物の需要は著しく低迷し、生産量は最盛期の100分の1近くに減少しています。鹿児島が誇る大島紬を幅広い世代に伝え、世界の人たちにも伝えたいと考え、洋装制作に取り組んでいます。鹿児島純心女子短期大学デザイン表現コースの学生によるファッションショーをどうぞご覧ください。Thank you.
選択した作品はいかがでしたでしょうか。今後も鹿児島を誇る大島風味の美しさを鹿児島から世界の方々に感じていただけるよう発信していきたいと思います。それではフィナーレです。いかがでしたか。見事ありましたよね。さあそれではですね、今ファッションショーに登場していただきました学生の皆さんにですね、ちょっとこちら来ていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。どうぞ改めて拍手でお迎えください。さて今3名の皆さんこちらにお越しいただきました。では少しお話を伺っていきたいと思います。今日12時にも1回目のファッションショーがありまして、そして3時の2回目のファッションショー、一段とお客様が増えましたね。はい、とっても嬉しいです。どうでしたか。実際になかなかこの空港でこうやってランウェイを歩くっていう機会もないんじゃないかなと思うんですが、いかがでした。はい、とても緊張したんですけど、空港でのファッションショーっていうのがとても新鮮で楽しかったです。そしてもう先輩方が作ってくださったこの大島紬のドレスを皆さんに見ていただくことができてとても嬉しいです。どうですか、やっぱり着心地いいですか。とっても着心地が良くて軽くて素敵なドレスだと思います。はい、上の方からも見てくださってる方いらっしゃいますよね。はい、とっても嬉しいです。はい、では今後どんなことに頑張っていきたいですか。私は大島紬のことを学びたいと思っていて、ドレスを先輩方のように作成したいと考えています。そのために大島紬の良さを皆さんに知っていただけるよう、大島紬の最大限の良さを生かしてドレスを作っていけたらいいなと思っています。今1年生1年生です。1年生ということで、またこれからたくさん学ぶことがありますね。はい、頑張ってください。ありがとうございます。どうもありがとうございます。ではお隣の方に伺います。このドレスのデザインがまた素敵ですね。はい、着てみてこう自分が気に入っているところとかありますか。そうですね、ここの流れの感じがすごい素敵だなと思ってます。ご自分でもデザインをして制作したりもするんですよね。はい、そうです。どうですか、ちょっと制作難しいところとかってどんなところでしょうか。と自分のイメージした表現、例えばとかっこいい大人の女性な感じですとか、と可愛らしい感じですとかをどうやったら表現できるのかを考えるのが難しかったんです。かっこいいですよ。え、皆さんかっこいいですよね。すごく似合ってらっしゃいます。どうしてこの大島紬の制作を専攻したんですか。はい、以前から大島紬に憧れを持っていて、でこの綺麗な模様がどのように作られているのか
気になったっていうのと、今現在大島紬の生産量が全然減少している中で、大島紬の普及に少しでも貢献できたらと思い転校しました。作っていて楽しい瞬間ってどんなところですか？自分がイメージしてデザインをして作成してみたときにちょっとイメージが違ったなっていうことがあって、でその時に先生方や友達に相談しながらさらにいいアイデアが浮かんだときがとても楽しかったです。じゃあこれからもまた素敵なドレス、またね、いろんなものを作ってくださいね。ありがとうございます。ありがとうございます。そしてもう一方お話を伺います。はい、どうでしょうか、今日ね、たくさんの皆さんの前でのランウェイしてみて、ちょっと一言いかがですか？1回目のファッションショーよりもちょっと緊張しました。どんな時にやりがいを感じますか？自分で考えたデザインに作っている中でどんどん近づいていくところが、ところでとてもやりがいを感じます。大島紬の魅力ってどんなところでしょうか？機械化が進んでいる現代で、現代でも大島紬は伝統的な手法を使って手作りされているところだと思います。そういった魅力をまた日本中の皆さんに、そして世界へ発信していってくださいね。どうもありがとうございました。ありがとうございました。では本日ファッションショーに出演していただきました皆さんに、今一度こちらのステージにお越しいただきたいと思います。では皆さんどうぞよろしくお願いします。ご自分の娘さん、そしてお孫さんが、ね、出場なさるということで、応援に来てくださった方もたくさんいらっしゃるかと思います。これからも皆さんの活躍に期待したいと思います。ではどうぞ皆様、今一度大きな拍手をお送りください。